4月27日、高窓宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2024関東2部の第4節、山梨学院と東光学園の一戦が行われ、先制を許した山梨学院が後半3得点を挙げ見事な逆転勝利を挙げた。後半立ち上がりの集中力の無差がゲームを難しくさせてしまい、もったいない90分だったと東光学園。 鈴木勝弘監督が悔やんだようにあっという間の逆転劇だった開幕から3試合負けなしの山梨学院に対して前節でリーグ戦初勝利を挙げた桐光学園勢いを今後につなげる意味で双方にとって重要な一戦は桐光学園のキックオフで始まった 序盤から順位の勢いそのままに長端のパスを駆使し両サイドから崩しにかかる山梨学院。21分には右サイドを崩した FW19 安倍会長の折り返しを MF15 細田安隆が合わせるが、これはポストを叩き先制することができない。その後も山梨学院の時間帯が続くが、東光学園も玉際の粘りを見せ決定機を作らせない。 すると39分、東高学園はカウンターから左サイドをドリブルで深く攻め上がった MF10 吉田煌大がゴール前に折り返したボールを FW11 浦上大和がシュート。一度は DF に阻まれるものの、あふれた間を拾った浦上が今度は落ち着いて決め、東高学園が先制し1点のリードで前半を折り返す。 ペースを握りながらも追う展開となってしまった山梨学院だったが、後半開始早々の46分、右からの長いアーリークロスを逆サイドに走り込んだ FW11 関塚力等が合わせ試合を振り出しに戻すと、51分にも常にゴールは狙っていますという関塚が難しい体勢から再びゴールネットを揺らし、あっという間に試合をひっくり返した。 立て直しを図りたい東高学園は、63分 MF16 阿部龍馬を投入4バックに変更し攻撃に厚みを加えるが、山梨学院も FW30 朝倉聡を送り、前線に起点を作り追加点を狙う。だが、共にフィニッシュには至らず試合は硬着したまま終盤へ。 すると84分、山梨学院は右からのクロスを浅倉が折り返したボールを FW 級小川原瑛太が合わせリードを広げる。しかし、東光学園も諦めない。88分、吉田の推進力からロングスローのチャンスをつかむと DF7 増田春樹が放った一投はゴール前の混戦を抜けるとその裏に飛び込んだ吉田がこれを頭で押し込み1点差に。 東高学園は、さらにドリブラーの MF13 いがらし賞を投入しゴールをこじあけにかかるが、山梨学院も落ち着いて対応、5分長に及ぶアディショナルタイムを守り抜き、3対2で勝利を収めた。試合前今日の試合は、今後の展開に向けて大事な一戦と話していた山梨学院、岩永賞監督、 勝利後のインタビューでは、DF ラインの管理の甘さから失点をしてしまったが、その後、逆転まで持っていけたところは少し成長しているのかなと選手たちの頑張りを称えた。キャプテンの MF7 山田拓真氏人も開幕から負けなしで良い流れで入れているなと思います。このまま負けなしで成長していきたいと今後に向けての抱負を語ってくれた。 一方追いつくことができなかった東高学園の鈴木監督は、うまくいっていないことにはこのゴールデンウィークを使って練習で改善していきたい。ポジティブなキャラクターが多いので彼らの良さを活かしながらやっていきたいと悔しさをにじませながらも次を見据えていた。季節は暖かな4月から暑さを感じ始める5月へ。 プリンスリーグも季節とともにいよいよ熱を帯びてくる。